はい、どうも皆様こんにちは、ピーターマンです。テイルズオブベスペリア、決戦前夜、おそらく決戦前夜ですね。続きをやっていきたいと思います。とりあえず戦うとかそういうイベントではなくて、仲間を見つけ出して話しかけるっていうことらしいんですけど、一応ね、レイブンは、とりあえずレイブンは牢屋にいるってことは分かった。あとはみんなどこにいるのかな。これ城中多分走り回んないと分かんないぞと。これはエステリゼ、あ、いない、エステルここじゃないのか。どこだろう。あ、親衛隊の連中ね。まあ、そりゃそうだよな。裏切り者ね。まあ、恐れちゃうよね。アレクセイがアレクセイだからな。だから全然いないんだけど。みんなどこにいんの？食堂とかかな？あれ？全然いないぞ。これはいきなりカットか？とりあえず話して情報収集だけ。はいはいはい。カルト集団ね。あ、ジュディス。ジュディ、何してんだ？バウル？フェローにもう一度連絡がつかないか試してみようと思って。バウルはどうなんだ？古代の最悪に関係あるなら、もしかしたらフェローが何か知っているんじゃないかと思うの。エステルのことを聞かれるんじゃないか。なんとかなりそうだって言っておくわ。そっか、ありがとな。私はね、ヘルメス式ブラスティアを壊すことだけを生きる目的にしてきたの。それをしている間は他のこと考えなくていいから、うん、他のこと？世界のこと、自分のこと、いろいろ。もしエステルと出会わなかったら、今でも何も考えずにバールと一緒に飛び回ってたかもしれないわ。フェローもジュディが変わったって言ってたっけな。でも勘違いしないで。エステルのことは本当になんとかなりそうだからそう言うのよ。ブラスティア、エアルのことを放っておくつもりはないもの。それさっきのいろいろってのも関係してんのか。悪い、忘れてくれ。私はもうエステルを殺さないし、殺させもしない。そしてアレクセイは許さない。わかった。明日の朝には出発する。それまでに戻ってくれよな。了解。ジュディ、うん、勝とうぜ。ええ。みんなじゃないけど。何やってんだカロル、なんか作ってる？あ、ユリ見て、ほらこれ、うまく修理できたでしょ。カバン？へえ、相変わらず器用だな。けどお前のじゃないよな。わしのじゃよ。おう、じいさん、この騒ぎであれこれ傷んでしもたもんを一つ一つ直してくれとるんじゃよ。すげえじゃんカロル。わざわざ下町まで行って拾い集めてきてくれての。すげえじゃんカロル。見つけたのはほとんどラピードだけどね。大事な靴の裂け目、ほらほとんど消えてるだろ。いい腕してるよ彼。私は思い出の服を修繕してもらったのよ。ほんとありがとう。いいのかカロル、明日は決戦だぞ。うん、正直本当はちょっと悩んだんだ。決戦のこととか考え出したら、うん、眠れなくなっちゃいそうだし。でもだったら僕でもやれそうなことをやっときたいなって。そっか。でもラピードが手伝ってくれるとは思わなかったな。ちょっとびっくり。気持ちが伝わったんだろ。適当なことには付き合わないやつだからな。
そうなのかな。そうお安くないとさ。ちぇ、ひどいな。いやはやなかなか見どころのある少年じゃよ。当ギルド自慢のボスでございます。お前も少しは見習うといいわい。そう来るか。思い出というのは心の支え。大事な品は思い出の器なんじゃ。ありがとうよ。僕もう少しやってから休むよ。あ、あまり無理すんなよ。うん、分かってる。うわ、立派になったな本当に。当初はどうなることかと思ったけど、そういえばまだ曲がりの剣の連中とね、まあ決着じゃないけどなかなかついてないけど、絡んでくんのかなまた。もう絡む要素ないでしょう。家がたちはともかく曲がりはだって何の用があるんだいって感じだから、このままじゃ終わんないよな。どうなるんだろう。とここはフレンの部屋だったか。あれ、みんないないぞ。あれれれれ、いるとしたら食堂牢屋側かな。こっち側と、うん、ただそのみんながいないんだよね。この辺にいたりしないか。あ、パーティー。何をうろうろしてるんじゃ。お前らが悪さしてないか見張りしてるんだよ。なるほど、悪さをするためにうろうろしてるんじゃな。いやだからまあいっか。よかったの、エステルが戻ってきて殺すこともなくて。あ、そうだな。もしエステルが本当にあの状態から立ち直ることがなかった、それがフレンの言っていた最悪の場合だろうな。なんでそんなこと聞くんだ。それはさあなって言いたいところだけど、もしあの時俺の声がエステルに届かなければ。パティはなんで聞くんだろう。俺は手を下していまだにちょっと僕の考えではパティの考えをこう汲み取れないところがある。パティはフレンにもこう、もしフレンが悪だったらユーリはフレンを切るのかみたいなことを聞いてたもんな。なんでだろうな。一番傷つくのは俺じゃねえ。仲間の問題、ユーリは強いのじゃな。仲間 ね、どうだかな。そんなことよりマリスステラってのを探すのは忘れてるのか。今は悪い奴を倒すのが優先なのじゃ。それにうちは忘れてるわけではないのじゃ。記憶力だけは良いのじゃ。記憶力ね。どうしたんだユーリ。うちアレクセイだけは絶対許せんのじゃ、自分の欲望のために誰かを犠牲にするなんて絶対に。あ、そうだな。だからそのアレクセイの好きにはさせてはいかんのじゃ。うん、だな。そうじゃ、喜べユーリ。今海戦ギルドの海猫の歌が直感で船を直してくれてるのじゃ。海猫の歌ってあの徳永の。ああ、すぐにフィエルティア号も使えるようになるぞ。ほう、じゃあそいつで打倒アレクセイと行くか。もちろんなのじゃ。ユーリ、あのな。パーティえうまく言えないなら無理に話すことはないぜ。話せるようになったら聞いてやる。だからもう今日は寝とけ。
だいぶ歯切れ悪かったよな。何かを言おうとしても言えないから違うことを話題に出しちゃうみたいな。パーティーらしくもない。あれ、ここじゃなかったっけ。残るメンツはリタとエステルとおっさん。おっさんの方行くか。そっちの方が近いよな。確かここを戻って、もしかして城の外に誰かいたりしないよね。そういうの困るよ。みんな中にいてよ。この辺入れないよな。あっち側に、いや、いた。おう、おう、デインノモス。ここで値が戻るから。おかえ。との差が。すげえな。ああ、なるほどね。ダメか、全然足りない。リゾマートの研究か。ユーリ。何やってんだ、こんなとこで。うるさいわね、邪魔すんな。怖え。なんだじゃねえだろ。何やってんだ一体。なんかまずいのか。うん、今はちゃんと抑制されてるし安定もしてる。デインノモスとアレクセイのシステム、どっちも大したもんだわ。尺だけど。なら何が問題なんだ。抑制の有効範囲が思いのほか限定されてたのよ。シルトブラスティアを中心に抑制結界が展開してて、その中なら安定してるんだけど、そこから出られないの。さすがにデインノモス一本で複数のアパティアの代わりをするのは無理があったみたい。それって、ああなるほどね。遠出ができないってことか。ついでに言うと、テートのシルトブラスティアもシステムの一部だから使ってる限りテートの無防備と。だから何とかして自由に行動できるための方法を探しているわけ。デインノモスをエステルが持ち歩くんじゃダメなのか。あれ、本質的には暴走したエアルを抑制するのが目的みたいだから、はい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 、エステル自身をどうこうはできないと。はあ、デュークもそうだったしな。とにかくリタ・モルディオの名にかけて絶対に何とかしてみせる。エステルを囚われの身に逆戻りなんてさせない。二度と物扱いになんか。わかった、頼むぜ。大丈夫、心配すんな。こっちには天下の天才がついてんだ。はい、私もリタを信じてます。明日には間に合わせるわ。あんたはさっさと寝てなさい。頼もしいね。お前も無理しすぎんなよ。いや、実際のところエステルじゃない、リタは半端なく有能だからな。さっき言った、あ、前回ね、前回のエステルのこと止めたのもそうだけど、お、こんなのあったんだ。カプリ、あ、今いないから装備できないよ。ってことはあとおっさんだけ。初めてやった。あ、寝てる。開いてるし。ムーンガード、トランスブレード。本気でくつろいでやがる。東京あんだか緊張感ないんだか。おりょ、親友と感動の再会してたんでないの。なんか副官の姉ちゃんがやたらとおっかなくてな。あ、ああ、まあなんとなくわかる気もするけど。どういう意味だ。ああ、いや、まああれよ、堅物だからってあんまし魚でしないことよ。別にそんな気ないんだけどな。ああ、物事ってのは万事相手の捉え方次第だからね。そんなもんかね。で、レイブンはこんなとこで何してんだよ。ちょっと考え事をね。ほら、なんて顔すんのよ。ここんとこいろいろあったしね、これからの身の振り方とかさ。けども、なんも浮かばないんだわ。慣れないことすっと疲れるわ。自分で人生選んだんだ。今のあんたなら何だってできるだろ。なんていうか、死んでたからね俺は。今慌てて思い出してるとこ。とりあえずアレクセイとは蹴りつけるとしてだ、先のことはそれから考えるわ。いいんじゃないか、それで。蹴りと、いやさ、エステル嬢ちゃんにこれまでの経緯を話したんさ。したら
どうなったと思う？ん？事情は分かったから皆と同じことをやらせろって言うんだわ。で、頭を一回ポカリ。じゃら。あいつらしいな。ちょいとばかし、聞いたわ。さーてと、面倒だから俺、このままここで寝ることにするわ。ったく、明日、寝坊すんなよ。まあ、シュバーンのこと話したわけですね。それで殴られたと。さあ、とりあえずみんなに話したから、もう休みますか？イエス。さあ、決戦か。なんだ、お前ももう寝るのか？いよいよ決戦か。あいつらちゃんと寝るんだろうな。カロルとリタはちゃんと寝れるんですかね。本当にもう行くのかい？こっちはもう少しかかりそうだ。ギルドの船を調達するつもりだったんだけど。なんかこじれてそうだったな。どんなき後、ユニオンの先方の意見がまとまらんと。また追いかけることになりそうだよ。どっちが先にアレクセイのとこついても恨みっこなしだぜ。そういやお前、もうエステルを取り返そうとしないのかよ。今だってあいつお姫様には違いないだろう。あとあれだ、皇帝の跡継ぎってやつ、評議会はヨーデル殿下を指導者に選んだ。事実上殿下を次期皇帝に推挙したも同然だよ。なるほど。だからもうエステルを追う必要もないってか。そこは違う。僕の中で彼女の選択を尊重する踏ん切りがついただけさ。ずいぶん融通聞くようになったな。からかわないでくれ。僕なりに悩んで出した答えなんだ。まあ、あいつが聞いたら喜ぶと思うぜ。ブラスティアとエアルのことはヨーデル殿下にお伝えしてみる。殿下ならきっと何か手を打ってくださるだろう。エステリーゼ様のこともユーリを信じるよ。よろしく頼むわ。いろいろ押し付けて悪いな。じゃあ行くわ。ザウデで会おうぜ。世間じゃ帝都解放は僕だけの功績だと思っている。いや、今回に限ったことじゃない。君のことは、いや、ブレイブ・ベスペリアのことさえ誰も知らない。知ろうとしていない。本当にそれでいいのかい？殿下、殿下のその顔なんか気になるな。まあいいか。もうそのまんま、あれ全員いないぞ。みんなもう入り口の方にいるのかな。まあじゃあ行きますか。あーでもすっかり元通りにはなったのかな。おいたいたいた、みんないたね。そうだよ、エステルは出てこれないからな。おはよう、ユーリ。ユーリ、寝ぼすけさんなのじゃ。ああ、ちょっと寝すぎたみたい。寝癖か。寝癖って今さら。体調は万全って感じだな。はい、これ。あ、うまくいったんだな。あとはジュディとエステルか。私ならもういるわ。おはよう、みんな。あ、おはよう、ジュディス。フェローとは連絡取れたのか？ええ。おお、それがザウデのことなんだけど、エンテレケアであれ人間であれ、あれに触れるな、あれに触れるなって。どういう意味だろう？
なんかヤバそうな言い草ね。まあそう言われたからってはいそうですかってわけにはいかないけどな。ザウデにはアレクセイがいる。奴のしたことを俺は許す気はねえ。今さら引けないのじゃ。そうね、フェローには悪いけど、ここまで来たらやるしかねえでしょう。うん、放っておいたら世界中めちゃくちゃにされちゃうもん。いい覚悟だ。あとはエステルだ。リタ見てないのか。エステルは来ないわ。ん？あの子もう戦えないから。おい、まさか。抑制は成功したわ。ただエステルの力の発動を抑えるにはエアルの干渉を極力避ける必要があったの。あれ、ブラスティアを使う限りエアルは絶対必要なんでしょ。そう、だから私はレイブンと同じ方法を取った。生命力を動力にしたのに。マジで？正直おすすめしないよそれ。他に方法は見つからなかった。でもそれならエアルの刺激を受けずに術式を行使できる。ただ抑制されるのは満月のこの力だけでなく全部だから、術技とかでも自分の生命力を削ることになる。無理したらそれだけで命が危ないわ。そんな。だからこれ以上一緒に行くのは無理ってことか。それで当人は納得したのかね。いいえ。エステル、ちょ、あんた見送りよね。ごめんなさいリタ、やっぱり連れて行ってください。話したでしょ、術技を使うだけで命が削られるのよ。術技さえ使わなければ何の問題もなく生きられるのに。リタに言われてから一晩考えたんです。最初は思いました、これでやっと普通に生きられるんだなって。そうよ、エステルはもう十分ひどい目に遭ってきた。もう休んでいいのよ。ありがとう。でもみんな命がけで戦おうとしている。世界の命運をかけて。それを知って私だけ戦わないなんてできない。エステル、私にもできることがある。仲間のためにできることが。お願いです、みんな私も連れて行ってください。ダメだと言いたいとこだが、自分で考えて自分で決めたんだ。俺は反対しないぜ。そうね、一度言い出したら聞かないかだし連れてってやろうや。仲間に置いてけぼりにされるのはちっと切ないぜ。うん、エステルが辛くないようにみんなで助け合おうよ。一緒にあの大悪にぶっ飛ばすのじゃ。一つだけ約束して、絶対に絶対に絶対に一人で無理しないこと。いい？え、破ったら絶好だからね。はいこのメンツ相手に無理無茶禁止は意味ないだろう。よかった、間に合ったようですねあ、どったの？あれ、ヨーデル殿下、フレンも？殿下御自らに見送ってもらえるとは恐縮だね。皮肉が効いてんな。また君はそんなことを。聞いてるかもしれませんが、騎士団は船の調達が遅れていてまだ出撃できません。本来騎士団が率先してすべきことを民間人である皆さんが担っている。帝国の指導者として申し訳ないと思っています。気にすんな、別に騎士団や帝国のためにやってんじゃねえんだ。代わりと言ってはなんですが、こちらのフレンを連れて行ってください。え？これはええだよ、本当に。今やフレンは名実ともに帝国最高の騎士です。必ずお役に立つはず。そうですね。私は騎士団を指揮しなければなりません。うん、一応超代行って。後を追わせます。そのくらい部下に任せても大丈夫ですよ。それに誰よりもあなた自身がアレクセイと直に決着をつけたいと、そう願ってるのではないですか。殿下、帝剣を代行する者としてヨーデル、アルギロス、ヒラステイを申します。帝国騎士フレンシーフォン、止めなさいで。ギルド、ブレイブ・ベスペリアと力を合わせ、アレクセイを止めなさい。
はい。そういうわけだ。そ、よろしく頼むよ、ユーリ。どうせ断ったって勝手についてくんだろ。さて、問題は海の彼方のザウデにどうやって行くかかね。そこは抜かりないのじゃ。の、ジュディね。ええ、まだ大事な仲間が残っているわ。あ、復活したのか。バウル、もういいのか。言ったでしょ、強い子だって。やばかったな、それは。見ろ、ちゃんとピエルティア号もあるぞ。これ街中の上空にこんなのなんか浮いてたらびっくりするけどね。え、なるほど、みんな合流したけど。おう、おお、みんないる。この感じ久しぶりだな。今みたいな戦い方もできんだな。そうね、できるようになったっていうのが正解かしら。へえ、これは何の話だ。派手にやったな。ええ、どうせなら派手な方がいいかと思って。バウルもそう言ってるわ。あれかな、ヒロギ使ったわ。頼りにしてるぜ。お互いにね。可能性はあるな。まあまあ、とりあえずどこだ。どの辺にあるんだろう。これじゃないじゃん。あれ、あ、これこれヘラクレスか。ヘラクレス、このとこに放置されてるのか。それもかわいそうだな。ちょ、場所だけ確認するか。あ、あ、今ちょっと地図見て気づいたけど、なんだっけ名前、ミョルゾか。ミョルゾってああいう風に動いてるんだ。ずっと世界を回っているんだな。空島みたいだな。お、そういえばパティのフォームチェンジ。アドバンスフォーム、レイネルフォーム。ダメなのじゃ、それでは気合が足りないのじゃ。特撮みたいな。いやー、パティちゃんって戦闘スタイルを変えながら戦うでしょ。僕たちにもできないかなと思って教えてもらってたんだ。教わってできるようなもんじゃないだろう。あの手の特殊な戦闘スタイルは大体血筋が絡んでるもんだ。いいよいいよ、ユーリも練習してみるのじゃ。やってみないことには何も始まらないのじゃ。そんなもんか。そう、イエースウィーキャンなのじゃ。そうだな。じゃあクリティカルフォーム。やった、うちの勝ちじゃ。負けちゃった。もうユイラバカ。しかもクリティカルをチョイスするとは青年意外と見派だった。これでしばらくカロルとレイブンのグミはいただくのじゃ。そういう賭けをしていたわけだ。お前ら俺で賭けてやがったな。ひでやん、クリティカル。仮面ライダーみたいな。こんにちは、風の噂で聞いている。ああ、そうそうそう、さ、キマイラバタフライ、これあれだな、あのクオイの森だな。これはね、まだ見つけてないんだよ。これはいつか見えるのかな。山岳地帯。あ、そう、あれか、前あったけど虫ってやつだ。ポセイドン。まだいいのか。まあいいや、パーティーの権力者。あら、パーティー、今日も料理当番なの。ここのところずっと、すいません。変わりましょうか。ちょっと僕が指名してるんで。好きでやってるから問題ないのじゃ。本当に下心がないのかしら。あの子のことだから、なんか打算がある気がするのよね。パティはいい子ですよ。でも食事で有利を釣ろうくらいは考えてそうね。食い物で俺を釣るなら俺だけ特別メニューくらいはしてくれねえな。そこまでの贔屓はされてないよね。
知らんのなら教えてやろう。一家の食事を預かる者が真の権力者なのじゃ。権力者？食事を任された人間が家では一番力があるということね。なのじゃ。食事は大事だからうちをないがしろにはできないはずじゃ。確かに食事を握られると逆らいがたくはあるな。みんなうちを敬うといいのじゃ。え、これ全員分あんのかな、このイベント。料理をこう料理当番変えて、まあ確かにめっちゃマスターしてんな。あれ、いつの間にこんなマスターしてんだ。おお、すごいな。まあいい、ここにはもう用はない。フレンが全然絡んでこないな。よいしょ。あー、でもバウルも復活したし、全員これで集まったわけでしょ。ってことはあれじゃない、またこれ番外編を挟むか。番外編というか 0.5 話を挟んでサブイベ回収できないかな。フレンが、そう、フレンが合流した上でザーフィアスとかに行ったりとか、それでなんかあるんじゃないかな。とりあえずそれだけやって、一旦今回早いけどこれで終わりにして、次回またマックワイ挟んでみますか。なんか装備とか、お、ムーンアーツシマスマッシュ、スマッシュ、すごっ、マスターシールド。フレンの、そんなのあるんだ。セイクレットってめっちゃ強そうだな。で、手に入れたんですよね、2番星。ようやくだよ。これは嬉しいな。よし、じゃあ1回降りて、もう1回街入って。ん？入り口は？え、なんで乗ってきたぜ。なんでまだ騎士いんの。多分こいつ一発で死ぬよね。なんでむしろ今騎士いるんだよ、まだ。謎だな。あ、スペシャル覚えた、やっと。あ、来た来た来た、サンバト。よし、なんか多分貴族街にはないんじゃないかな。下町かあるとしたら、とりあえず降りますか。エステル再び。これでまたみんな一緒にいられるんだね。皆さん9人もいる。改めてよろしくお願いします。ええ、こちらこそなのじゃ。体にだけは気をつけてね。無理は禁物ですからね。ま、適当にやろうや。ん、どうかしたか。今ラピードが歓迎してくれましたよ。いや、ラピード向こう行っちまったけど。やっぱり。なかなか溝が埋まらない二人だ。なんかないのかな。あ、あんま変わんねえな、この辺の騎士とかに。ハズレくじ言うなし。あとないか。これはなさそうだな。もうしばらくしたらあるのかな。まあいい、ちょうどセーブポイントあるんでね。これでじゃあ今回はちょっと早いけど、これで終わりにしようと思います。次回このスキル埋めとまた術技埋めやりつつ、なんかまた世界を回って出れればなと思います。エステルも来たしね。よし、ではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。